自由広場駅は、ジョージアのトビリ市地下鉄アフメテリバルケティリ線の駅。ルスタベリ大通りの南端にある自由広場のすぐ近く、位置する。1967年11月に、レーニー広場駅として開業。建築家のディー・バイラマ・シビリと、ブイ・メス・ヒシビリが設計、トビリクラックプロジェクトが施行した。バラ革命にちなんだ。 赤いバラの装飾1967年11月6日に10月革命の50周年を記念し、霊人広場駅として開業。ルスタベリー北の延伸に伴うものであった。駅名の由来は、駅の出入り口が同広場に面していたことによる。2006年、改装が行われ、ビジュアルが全面的にリニューアルされた。照明システムが刷新され、 現代的な広告掲示板やモニターが導入された。通信システムも一新された。赤と白を基調とし、白い大理石による装飾が行われた。地下プラットフォームの南端の壁には、バラ革命にちなんだ赤いバラの装飾が施された。自由広場駅は、飛び入り地下鉄で最も深い場所にある駅の一つである。自由広場駅の構内は、三つのアーチを持つ、 パイロン様式となっている。プラットフォームの北端には地上に出るためのエスカレーターが3本ある。プラットフォームの南端は壁となっており赤いバラの装飾が施されている。ありがとうございます。